七ヶ浜町という場所で生まれ育ち、まあ、ずっと33.11から辛い思い出がすごくありまして、自分で給水所に行ったりとか、あと電気とか3週間で、水道ですと4週間止まってて、正直仙台とか街中復旧早かったじゃないですか。恨めしい気持ちで、どうしてあそこが電気室でここ遅いんだとかってずっと妬みの感情すごかったんです。で、自分自身も笑えてなかったんです。で、それで人となんかいっぱいのちょっとつながりたいって思いがあったんで、あ、それしかないと思ってやり始めたっていう、まあ、自分自身の復興のためにやったっていう。で、それ自分自身復興していけばみんなも笑顔になるんじゃないかなっていう。で、結果的にはそこで、笑顔のリレーが起こるんじゃないかなっていう。このカレンダーは、まあ、こういうボードに、まあ、自分の誕生日上に書いて、あと下に自分の夢もしくは復興に対する願いを書いてもらって、366人笑顔写真が埋まってるって感じで、で、それがチャリティー商品として結果です。ほとんどが大学生。あと山本から岩手県の大槌町までずっとボランティア回ってたんですよ。それで、まあ、ちょこちょこ被災地で撮ってた方がいらっしゃるので、まあいろんな方乗ってますっていう。あとは自分知り合いがですね、写真を撮って写真を送ってくださって、送ってくれるだけで笑顔がランダーに乗るということは、遠方の方も写真撮るだけで支援活動につながるっていう。でも、笑顔カレンダーってコミュニケーションツールとしてすごい役立ってるんで、撮影したタイミングで、こういって瓦礫撤去してる団体はあるんですよとか、炊き出ししてる団体もあるんですよっていう紹介ができるんですよ。で、その方が違う団体に流れて行ってくれたっていうのが少しあって、そういう支援できたかなっていう。2013年版笑顔カレンダー11月上旬販売する予定です。で、主な発売経路として、まあ、ネット販売もしくは、店頭販売する予定です。で、店頭販売は、まあ、仙台市内の書店とかに置かせていただく予定でいます。なので、共感してくださった方、何度もよろしくお願いします。